東京臨海副都市大見ダイバーシティ東京ダイバーシティ東京は東京都江東区大見にある複合商業施設及びオフィスビル三井不動産商業マネジメントが運営管理するダイバーシティ東京プラザと三景ビルが運営管理するダイバーシティ東京オフィスタワーで構成されている東京都港湾局が進める東京臨海副都心計画において 大見地区の約1万坪の敷地に対する事業コンペを実施。三井不動産と大和ハウス工業三 k ビルの3社にフジテレビジョンがイベントプロデューサーとして三角市コンソーシアムを形成。2007年に応募した商業と業務の都市型複合施設のプロポーザルが評価され当選。事業が着手される。事業主は先日の3社が共同設立した SPC。 近江急区画特定目的会社。2012年4月にオープンしたダイバー式東京は、敷地のほぼ中央部に商業施設であるプラザを据え、北側に立体駐車場、南東部にオフィスタワーを配置。他にシンボルプロムナード公園沿いの賑わい演出やイベント交流、アメニティの充実を意図して、フェスティバル広場も設けた。また、プラザ屋上には、 屋上菜園のほか全面緑化を実施。立体駐車場外周部にも壁面緑化を施し、全体で敷地面積の約40%の緑化率を実現している。名称は一般公募3762件の中から選ばれた候補六案より、富士テレビ主催のお台場合衆国2011僕らが日本応援団来場者による投票により決定。 2011年8月29日の同イベントで発表された。なお、名称決定前には、アイドリング。番組内で緊急企画。富士テレビと湾岸ンンスタジオの間にある旧地区の名前を考えよう。なるコーナーを放送したこともあり、アイドリング。メンバーが発表に立ち会っている。中庭ダイバーシティ。東京内にある商業施設で、 三井不動産商業マネジメントが運営を担当する。三井不動産とは、ララポート横浜以来付き合いのあるオーストラリアの組織設計事務所、バカングループインターナショナル対リミテッドがデザインを監修した。開業にあたっては、郊外型の大型商業施設などが設定する、証券を設けず、劇場型都市空間を MD コンセプトに据え、国内外の観光客、 ファミリー層をターゲットに開業した。物販及び飲食店舗のほか、ライブハウス、アミューズメント施設等が入る。など、ダイバーシティ、東京プラザの屋上再延地下1階一条21階建て、高さ104.54メートルのオフィスビルである。富士テレビの部署や富士メディアホールディングス参加各者などのほか、2013年10月末までに三井生命が、 大手町の村ビルからオフィスタワーに本社管理部門の移転を完了させた。ありがとうございます。